はい、どうも KTC 放送局の健太店長です。夜の方はこんばんは、朝の方はグッドモーニングアメリカというわけで、まあ、元気に動画撮っていきたいと思います。はい、今日の動画めちゃくちゃくだらないです。の前にそうだ、ブログ始めたんで、ぜひ動画の概要欄に URL 載ってますんで、筋肉とタトゥー好きな方は、ぜひチェックしてみてください。なんか筋トレの意識がね高くなるような、まあ、タトゥーへの、さらに興味も湧くような、まあ、ブログ書けたらいいなと思って、特にカリフォルニアの記事とかね、海外の記事増やしていこうと思ってます。はい、で、今日の動画めちゃくちゃ多分つまんないと思います。はい、再生回数も多分めちゃくちゃ低いと思います。はい、僕というゲップです。あの最近ね、Amazon プライム登録しまして、まあ、そもそも結構 Amazon 使うんで、まあ、プライム登録しても損はねえなってことで、Amazon プライム登録したんですね。で、プライムビデオをよく見るんですよ。まあ、最近なんか正直、普通の地上波のテレビ面白くないから、クイズ番組ばっかりで。ねえ、なんかもう、何、クイズ王育成なんかしようとしてんのかって思っちゃうぐらい、ほんとクイズ番組ばっかりでさ、川柳とかね、なんかもう変な教育番組ばっかりやってるような感じで面白くないから、ビデオ DVD 見てるか YouTube 見てるか、まあ Amazon プライム見てるかなんですけど、テレビつけるんだったらね。はい、でね、皆さん知ってるかな、バチェラーっていう Amazon プライム限定の番組、バチェラージャパン、本家は海外のなんだけど、それは別に Amazon プライムどうこうじゃなくて、あの、バチェラージャパン、ね、それの日本バージョンが、まあ、Amazon プライム限定で配信されてるんですね。まあ、どんな番組かっていうと、まあ、多分結構、地上波の CM でも打ってるから、まあ、みんなある程度知ってるかなと思うんですけど、まあ、バチェラーなる、で、バチェラーと呼ばれる一人のね、もう、めちゃくちゃ高ステータスな男性を、まあ、女性たちが、まあ、奪い合う。一人の男性を、まあ、女性たちが奪い合う。まあ、結婚を前提に、まあ、進んでいくんですよね。うん。お互い結婚相手を見つけに来てるんですけど、まあこのバチェラーっていうね、この男性がめちゃくちゃステータス高いですよ。まずイケメンだし、金持ち。はい。で、まあ、まあ、要は金持ちだから、まあまあ仕事もいけてるわけですよね。うん。で、スポーツもできるし、性格も結構やっぱ頭いいんですよ。はい。頭がいい、特に。皆さんね、参加者、今シーズン3までやってるんですけど、はい。まあ、本当に、なんつうの、こういうの。はい、なんていうんだ、こういうの。とにかくすげえんだよ、こいつ。超高ステータスの男がいて、それを結構ね、まあ、綺麗どこの女性たちが、多分オーディションとかなんかあったんだろうね。そういう女性たちが何人だ ?20 人弱か、15人から20人弱ぐらいの女性たちが、まあ、奪い合っていく、婚活サバイバルみたいな、まあ、そういう番組なんですよ。ドキュメント形式なんですけど、まあ、これが意外と面白くて、僕シーズン1はすっ飛ばしてるけど、シーズン2とシーズン3はもう全部見てます。はい、シーズン3はね、あとファイナル残すだけ。まあこれが結構面白いんですよ。はい、なんかね、デート重ねてって、うん、まあ一人ずつその、エピソード1、エピソード2、エピソード3って一人ずつそのエピソード1ごとに、一人ずつじゃないかな、何人かずつ落ちてくんですよね。で、どんどん女性の人数が減ってって、最後には、まあ、女性2人から1人をバチェラーが選んで、まあ、カップル成立みたいな、カップルってのは本当結婚前提のね、そんな番組があるんですけども、僕ね、ちょっとね、これ Amazon さんにちょっと提案なんですけど、バチェラーシーズン4の僕企画考えてきました、今日。もしね、Amazon プライムのビデオ、まあ、バチェラーの制作委員会の人、まあ、100億万分の1の確率も見てないと思うけども、もし見てたら僕のこの企画ちょっとぜひどうでしょうっていうね。はい、タイトルはね、バチェラーシーズン4、仁義なき戦い。ね。まあ、興味そそるじゃないですか。仁義なき戦いって言ったらもう日本人は誰でも興味そそるっすよね。おってね。なるじゃないですか。はい、どんな話かっていうと、まあ、バチェラーね、本家は、まあ、ほんと社長とか、お金持ち、まあ、優秀で、で、イケメン、まあ、ね、頭もいいっていうね、すごい、ほんともう、リアル道明寺みたいなね、野郎が出てくるんでございますけども、このバチェラーを、まあ、バチェラーシーズン4、仁義なき戦いでは、もうなんつうの、伝説のヤンキーみたいな男を、バチェラーに据えるんですよね。はい。もう、
伝説のヤンキーとか、まあまあもう本当にもう悪のエリートみたいなバチェラー、まあそれなりに顔もイケてて、はあ、もう入れずにバチバチでも喧嘩無敗、もうありとあらゆる悪事をこなしてきた、もう本当悪のエリートみたいなね、バチェラーを用意しまして、それを、まあ、全国つつ裏裏の、まあ、レディースとかね、まあ、そういうやんちゃしてる女性陣を集めて奪い合わせるっていう、まあ、要はバチェラーに、まあ、ヤンキーテイストを加えた企画っすね。これ絶対面白いと思うんですよ俺ね。全国のレディースからもうねまあ別にね、なんかもうよりすぐりの、まあ、ある程度美人じゃないとね見てる方もあれだから、まあ集めて、まあ、20人弱ぐらい集めて、その悪のねすごいもう本当にカリスマ的存在の男を奪い合う、はい、これ結構面白いと思うんですよ、殺伐としててね意外と、うん、でバチェラーって MC がいまして、番組の司会っていうか、まあそんでそういう感じのね、で本家は今田さんと今田浩二、はい、今田浩二さんとオリエンタルラジオの藤森さんと、で元 AKB48 の指原なんだっけ、リノさんかな、わかんない、まあ指原さん、サッシー俺あんまりアイドル詳しくないけど、まあ指原さんね、今田さん、藤森さん、指原さんのね3人が MC なんですけども、バチェラーシーズン4仁義なき戦いでは、MC 総替えです、総替え、 MC 総入れ替えで、まずメイン MC には、元巨人軍ね、清原さんですね、まあ、巨人軍っていろいろな球団言ってるけども、まあ、清原さん MC ね、で、まあ、今田さんの代わりには清原さんですよね、はい、で藤森さんの代わりに、まあ、清水健太郎さんか、どうしようかな、どうかな、まあマーシーとか、はい、田代正さん、ね、この2人あたりで MC やってもらって、女性枠その指原さんのところには、まあ、アニータさんのね、アニータ知ってるかな、ね、アニータさんとかね、こんな感じの MC で、ちょっと癖のある感じでね、まあ別に小田武藤さんでもいいけど、はい、やっていきますね、で俺ちょっとメモったんですよ俺の企画これ、ほんとアマゾンに提出しようかなと思ってね、はい、あ、そうゲストだ、たまにゲスト呼ぶんですよ、でバチェラーシーズン2だと、道端アンジェリーカさんだっけ、うん、あとシーズン3だと名前忘れた女優と、あとねナイナイの岡村さんと矢部さんが来てましたゲストで、はい、で MC ってなんかバチェラーについて語るんですけど、でここのゲスト枠に、まあ、テレンス・リーさんと、まあ、丸山ゴンザレスさんあたりのね、ゲストに呼ぶと、はい、もう何の番組かさっぱり分かんなくなっちゃうんですけど、一応婚活サバイバルなんでね、はい、まあこんな感じでちょっとゲストと MC で固めて、なんか爪がバリバリして、はい、でどうやってねデート進行していくか、本家のバチェラーはまあ毎回そのエピソードごとにデートを重ねていくんですよね、まあ本当にね、なんかいろんな、なんだろう、結構金かなりかけてて、国外とかも行ったりするんですよ、グアムとかね、フランス行ったりとかしてね、そこでまたなんかすげえ金かけてデートするんですよね、はい、まあ、その代わりに、まあ、仁義なき戦いバージョンのバチェラーだと、まずね、このデート企画は、まあ、網走ですよね、はい、網走番外地目、網走デート、はい、で海外行く時になったらもうアルカドラズですよね、今やってないけどアルカドラズ島あるでしょ、アルカドラズでみんなで行って、まあ、バーチェラーとその女性陣で、まあ、その脱獄デートとかね、はい、そんな感じで進行して、まあ、脱獄で絆を深めるじゃないですけども、まあ、かなり絆深まるでしょうから、うん、でバーチェラーシーズン2だか3だかに乗馬するシーンがあったんですけどね、そういう時のためにまあ、馬じゃなくて代わりにやっぱ単車ですよね、レディースですから、まあ、バチェラーもそれなりの悪ですから暴走族経験してますから、どれだけうまく単車を乗りこなせるかみたいなね、それでまあお互いのなんか相性を図っていただいて、はい、まあ、ローズセレモニー迎えてくれば、でバチェラーね、カクテルパーティーなるものがあるんですよ、ドレス着てね、まあ、カクテル飲みながらお話しして、まあ、お互いを知り合うみたいな、まあチャプターがあるんですけど、
まあ、カクテルパーティーなんてそんな野暮なものはやらせないですよね。だってだシーズン4仁義なき戦いでは、はい、まあ、日本酒の回し飲みですね。あのすごいでっかい杯で日本酒の回し飲みで、まあちょっとカクテルパーティーの代わりにねやっていただこうかなと、はあ、思います。まあそれの迫力あるですよね、うん、絵的にも悪くないし、まあそんな感じでちょっとこの動画くだらなさすぎるんでもう10分ぐらいでいいかなはい、どうでしょうね、もう最後の最後ではもうあの残った、ね、女性2人ぐらいに、まあ、もうしばき合いさせればいいんじゃないかなっていう感じなんですけど、どうでしょうか、このアマゾンプライムの関係者さん、もしいましたらこの企画ただでお譲りいたしますよ、はい。まあ、スペシャルサンクスとかね、まあ、エンドクレジットにね僕の名前ちょっとちょろっとね載せておいてくれたら、全然それでいいんで、ぜひね、この企画使っちゃっていいですよ。もうヤンキーテイスト番組にね加えたら多分どんな番組でも僕面白くなると思うんですよね。昔結構ヤンキー系の番組あったじゃないですか、ガチンコファイトクラブだなんだとかね。だからバチェラーもねヤンキーテイスト加えたら面白いんじゃねえかなと思って、面白くないかな。はい、今は以上でした。これや、この動画ちょっともしかしたらお蔵入りかもしれないはい、というわけで皆さんもぜひ興味ある方はバチェラー見てみてください。さよなら。むしろやべえな、これお蔵入りっぽいな